オーフス。オーフスはデンマークでは2番目に大きな都市であるの中心地で、ユトランド半島の東岸に位置し、デンマークの地理的な中心部に位置し、コッペンハーゲンの南西 187km、ハンブルクの北 289km の場所にある。人口は2015年1月1日現在、市街地と自治体が326,676万人。 ユーロスタットの推計では大都市圏域、の人口は84万5971人であった。オーフスの歴史的な始まりは8世紀に創建されたバイキングの要塞化された入植地で、教区の中心としての最初の記録は少なくとも948年からである。オーフスはの北岸の天然の沿岸港に創建され、何世紀にもわたる海上交易や 農産品の成長に主要な役割を果たした。マーケットタウンの特権は1441年に獲得したが、17世紀のカールグスタフ戦争の間には封鎖や砲撃により混乱に陥った。19世紀には二度ドイツの軍隊によっての間占領されたが、破壊は免れた。産業革命によってオーフスは成長し、20世紀までにはデンマークでは2番目に、 大きな都市となった。今日のオーフスは地域の文化や経済の中核で、ユトランド半島では最大の商業やサービス、工業の中心である。欧州連合域内では92番目の規模の都市で、世界ではトップ100に入るカンファレンスの都市である。コンテナの取扱いとカテガット海峡の貿易の重要なハブの面で、デンマークの主要な産業港である。 主要なデンマークの企業は、オーフスに本社を置き拠点としており、中央ユラン地域の広いエリアから、人々が、通勤やレジャーでやってくる。北欧諸国の研究や、教育の中心でもあり、拠点を置く、オーフス大学は、スカンディナビアでは、最大の大学でや、インキアブサイエンスパークが含まれる。オーフスはデンマークでは一番若者が多い都市で、 学生の人口が13%を占めており2010年以来、毎年平均4000人の人口増加で急速に増加している都市の一つである。オーフスはの中心部で、経済成長や人口規模ではデンマークでは2番目の規模である。オーフスは注目されるミュージカルの歴史があり、1950年代に多くのジャズクラブが若者たちに支えられ街の周辺に急速に出現した。 1960年代には音楽シーンはロックや他のジャンルに多様化した。1970年代や1980年代にはオーフスはデンマークのロック音楽の中心となりやなど多くの象徴的なバンドを育んだ。オーフスでは毎年8日間のが開催される。948年に四教座が置かれた。北海バルト海易のとに発展し、 14世紀にペストが大流行した際も、さほどの人口減少は見られなかった。16世紀から17世紀にかけては、その人口はコペンハーゲンを上回っていた。19世紀にコペンハーゲンやハンブルクの支配から離れて、より独立的な町となった。19世紀初頭、ユトランド半島で3番目に大きな町であったが、1840年にラナースを上回り、 1850年には半島最大でデンマーク国内で2番目の規模となった。港が拡張され、鉄道網が整備されて町は繁栄し続けた。ユトランド半島の文化的などを自称するように国立図書館、大学、オーフス劇場、病院などの数多くの文化的施設が建てられた。オーフスはユトランド半島の文化の中心地である。学生も多く、 若者たちが様々な文化的活動の一端を担っている。市内には500軒以上のカフェのほか、博物館、遊園地、映画館もある。また、毎年アートフェスティバルであるや、国際的なジャズフェスティバルも開催されている。2004年に開館したアロスオフス美術館は、現代美術を扱う施設としては、北ヨーロッパ最大クラスの規模を持つ。旧市街には、 多くの歴史的建造物があり、観光客を集めている。オーフース大聖堂は、奥行き、塔の高さともデンマーク一である。レンガムレビューという野外博物館は、17世紀以降の古い町屋をデンマーク中から集め採築しており、その他には、時計、洋服、食べ物など、各時代の人々の生活も再現されている。オーフス郊外に、 デンマーク消防博物館がある。数十台の消防車や古い消防器具などが展示されており、この種の博物館としては世界最大級の規模とされる。また、同じ区郊外にあるモースゴー戦士博物館ではグラウベールマン、グラウボーラマンドと称されるローマ鉄器時代末期の湿地遺体が展示されている。オーフス南部の公園に陸上競技場やサッカー場、 国内スポーツアリーナなどを有するアトレティオンという名のスポーツセンターがある。オーフス GF などをはじめとし、多くのスポーツ競技団体がアトレティオンを拠点として活動している。またオーフスではこれまで様々な競技大会が開催されているアトレティオンが会場となることが多い。市中心部から約 35km 北東にオーフス空港がある。空港は郊外部にあり、 ターミナルビル一つの小規模な空港であるが、北欧各地と航空路が開設されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。